大津さん的に今日の格好はおしゃれ。あ、これはあの漫才とかその何か舞台立つときにこの服で。これって言ったらもうやからみたいに見える。これクレイジーエンジェルの、あのいつもおすすめしてるステンレスのネックレスなんだけど、これは多分この格好だと確かにこのね、なんだろう、ポイントがないとやからっぽく見えるんだけど、あれあれちょっと待って、ここからね、これだけ見ると本当に孫悟空だから。クレイジーエンジェルだから。すごいですね、なんかね、クレイジーやからね。コメントで、翔平さんの雰囲気がいつもよりいい気がしますのに、翔平くんはネックレス、大津さんは首とか着てます。ちょっと待って、正解。これはもう少し短くてもいいと思う。ああ、なるほどね。それは長いからあれだけど、これが短いネックレスとか、あとまた入ると思う。マジで？あ、ちょっと、これありがとう。ほんで、ありがとう。ありがとう。ちょっと、あげないよ。あげないよ。え、これって話だったの？いや、結構ね、クレイジーエンジェルさんのネックレス、俺結構昔つけてたネックレスとか、巻いた後輩とか、今あげたりするんだけど、このね、クレイジーエンジェルさんのはね、本当に心からあげたくなくなるブランド。もうステンレスだし軽いし、そのいろんな服に合ってその合わせられるネックレスとかが多いから、なんか俺はねこれは絶対ごめん大津さんにもあげたくない。もうすごい。ハーブツリーランチ。さすがクルーズのモデルだね。しっかり反省会からしっかり告知に持ってったもんね。いやいやいや。さすが。これは二種類あるので、はい、よろしくお願いします。ちょっと告知すぎたことを反省。そういう番組あるじゃん、お笑い芸人の先輩がやるやつでしょ、なんとか、なんとか反省会でしょ、ああ、そう謝りに来ましたってそう言ったらね、ごめん、ボケれないぐらい本気で謝らなきゃいけないことあるやめてくれ、本当にやめてくれ、俺、本当にこの間の配信見た人分かるかもしれないけど、皆さんが思ってる以上、ガチでちょっと反省してるから、あるよね、翔平君、ちゃんと物事に対してさ、重く受け止めるよね。真面目なんだ。いや、俺全然世の中、俺あれだよ、本当キウイたりとかしてくれ。キウイたりとかしたらもう、まあ、すごいじゃん。CO2 なくそう、もうどんどん酸素をねってことでしょ。そう、CO2 とはもう二酸化炭素ね。炭素 O2 ね。環境問題でしょ。言いたかったけど、今。そう、O2 でしょ。うん、言いたかったけどね。ごめん。まあ、でもね。いや、その分ね、こっちは噛むからいいやん。確かに。すぐまた開く。いや、おかしいわ。ちょっとさ、言い方がおかしい。何が今のさ、あれじゃん。待って。はい。ミオシン、言ってあげて。ここは何なの？ここは、正解です。違う。学校の正解じゃない。びっくりした、本当に。正解。コメント来てる？コメントですか。なんか反省会についてですね、翔平くんその話聞かせていただこうかと。あ、そりゃそうだよね。翔平くんの反省とか聞いてみたいんだけど。翔平くん、でも常に重く受け止めちゃうイメージがあるから、そう、あんまりやまさない方がいいんだけど、そう、本当にね、心がね、重いんですよ。いや、ですね、まずこの間配信遅れちゃって、1時間押してしまったことがまず反省点と、もう、それ聞いたわ。いや、それと、それと、マジでまだ言ってないよ。はい。大津さん、自分のアピールは終わったかい？ごめんなさい。大丈夫。この間ね、洋服紹介しなきゃいけなかったじゃん。用紙あるじゃん。俺、2枚目見てた。全然違う。間違えたこと言っちゃったんだよね。超やばいと思って。もうすぐ本当にね。皆さん、ぜひアーカイブを見てみてください。じゃあ逆にさ、9ヶ月間、1年間やってきてさ、一番印象に残ってることとかないの？今日生まれて初めて西尾久美と2人で写真撮った。おー、確かに。ツイッターをご覧ください。そう、インスタとツイッターをご覧ください。本当に初めて撮った。そうだね。確かに。いや、でもね、今日もそうですけど、なんか前回ぐらいから、ちょっと豪華になってますね、この豪華ゲストが。お今まで誰やねん、俺らも、いや、誰やねんって話だったじゃないですか。いや、待って、まだいいの、大津じゃないですか。
あのひろかさんの前回こう首のネックレスあるじゃないですか、あれ追加であの製造っていうかされた、だから結構今すごい売れてるって言ってました。ヤフーショッピングで紹介したあれが買いなさい買いなさい、3つ買ったけどな、あ買った嘘でも買わない嘘でもいいんだけど、じゃあ買ったなら全部つけいや売れてないって。でも逆にあるはじゃあクミちゃん反省って何、反省って反省点は簡単分股が開いてやめてそれそれはあの女優としていや本当に本当にチャラシとして女性らしく生きようそういうことあなたの女性らしくって何ですか、おい結果だね、そう渋い顔で見るのやめてもらえる、いやなんか今日も久しぶりに揃うとなんか平和だなと思ってさまあ確かにね、なんかねなんか何でそういうのあるよ、なんかいつもこうゲストが来てゲストをこうなんかいじったりとか、こうね話聞いたりとかするから、そっから話してたけど、なんかこの4人で喋るってなるとなんか変な感じするよね、なんかなんとかいつも誰かかましてるやん、ちょっとこの話見たら誰もそんなこと思ってなかったらしい、ごめん、みんな仕事として真剣に受け止めてるからみんな仕事として真剣に受け止めてるからさ、あのなんかそんな軽い感じで仕事をしないでもらって、まあ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 、まあ、そういう日もあるよそういう日もある、でもなんか大津さん久しぶりに会うじゃん、俺もそうそう、会う会う、本当に久しぶりに会う、なんか安心するね。ちょっと握手しとこう。なんで？はい、出終わりました。何？ピンポーガンなの？それこそみどりさんが一番印象に残ってることとかある？それで一番印象に残ってることない？どれも印象に残るからやめたいな。残ってない、これ分かんない。いや、これがあれですよ、テレビにコメント。あ、でも C って言うならですよ。って言うなら、前回の実はラッツ&スターの山崎さん、実は私、こう、なんですか、歌のレッスンを受けてる先生の、あの、どう、なんですか、知り合いだったんですか、繋がってたってこと、繋がってるんですか、あれだね、そう、だから、まあ、それが特に印象的で、だからツイッター見た次の日には先生、山崎さんのツイートに載ってますよみたいな感じで、まあ、話したっていう、まあ、至って平和な話です、まあまあ、ここ全然関係ないいやいや、来てくださったゲストさんもそんだけすごかったっていうことですよね、確かにだよね、芸能界ってすごい狭いだね、狭い ね、なんかそういうないの、なんかクイズ TV 出るようになってから変わったこととか、変わったこと、心境の変化、変化プライベートでこういうことになんか例えばおしゃれするようになったなとか、あーなんかね、パソコンの画面がなんか見づらくなった、年上げてる道立てばみんなそうなるよねブルーベリーを買ってあげてください、どうですか、あとか見えるのそれからビンデミービデミー、ちなみにですね、あの、ごめんね、いいよ、あのかも、ですね、まあ、あの見てる方からは変な感じしない笑、むしろなんかいい感じ笑っていう、ちょっと本当かなっていうコメント聞きます、あ、なんかノーホームチェンコとかね、やっぱで、あとはですね、はい、クミさんが女性らしくしたらクミ吉じゃなくなるってきたえ、ちょっと待って、どういう風に言ってんだ、そう、それ聞きたいわ、どういうふうに言ってるの、どういうふうに思ってるか、ちょっとね、そうよ、ただ、で、それに対してそれは間違いないって言ってます、おいま、まず、おい、じゃあ、どんな女優なんですか、あなたは、どんな女優なんですか、誰どんな女優、どういうことですか、だから、女優だったら、うん、はいはい、どういう女優なのか、あ、でも例えば、まあね、芸人だったらコントシーンとかね、漫才師とかじゃないですか、女優だったら、グルビア、アダルトちょっと気をないとか攻めてお前、いやほんとね今ちょっと遅かった、これ常に持っとこマジで、ね、まそれでも諦めず諦めず飲まない、いや言って言って今の一口入ってないからね、会話にさん MC でしょ、いや MC だけどなんかもう楽しそうだからいいか、全然あれだよね、あの人に興味ないでしょ、人に興味ないでしょ、お、空っぽになった、おいえ、人に興味あるよ、だって山手線とか乗るじゃん、人バーって出てくるじゃん、うわ嫌だなって思うじゃん、思うでしょ、思う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 、え、それって俺人に興味を持ってることだと思って嫌がってるから、そんな人の心がわからない人間だなって、俺何言ってんだろう、誰かちょっとあれかな、ちょっと口が足りんのかな、せやろ本当にやろ本当にやろ、よいよいよ、だって言って言って言ってことだよ、天敵のことだけどなんかある、天敵疲れてると思ったから天敵が足りなのかな、うるさい、じゃあ、はい、俺ね、わかんない、11年ぶりかもしんない、マジで右手がうずく天敵の話ってこの人なんなんだろうね、アンパンチアンパンチも全然ボケでいいかなと思うんだけど、あの最近ちょっと太ったからって気にしてからやめて
しぶりに来てさ、ディスられるの。謝ることあるよね、みたいなのが始まって、何人的だよ、みたいな。イエスさんがなんか女方みたいですよ、みたいな。え、何かした褒められてるじゃね。え、分からんの褒められてるんですか。待って、それ真剣にないのかな。ないですよ。あ、あいない。あいない、ごめん。あの、クミちゃん、死んでるもん。もともとやそれは。やめん輝いてるわ。そんなこと言いながら分かるけど、なんかもう、ファッションコーナー始まる時間になってる。今日俺で尺持ってっちゃったよ、本当すいません。大丈夫ですよ。まあ、落ち込んでるくらいがちょうどいい。落ち込んでなければパンチしてましたとか、ザックラ、ザックパランでなんか江戸っ子みたいなそんなところがいいですよとか、なんかいろいろ来てます。お、ナイスパロ。泣けてくる。泣けてクルーズ。振りか。ちょっと待って、もう一回。もう一回言ってもらう。そろそろお店が増えたよ。ヤフーショッピングライブ始まりますので、皆さんいつものように楽しんでください。よろしくお願いします。イエーイ。